お疲れ様です。ちょっと何なのこの人たち、完全スルーなんですけど。お疲れ様です。毛穴映しちゃうよ。いやー、毛穴とか。いや、リサしか映してない。笑えないよ、笑えないよ。はい、今日は土曜日の夜ということで、はい、今何をし終わった後ですか。ダンスの練習終わって夜ご飯食べ終わった後みたいな。そうですね、そうそうそう、あとそうみたいな、いつもなぜみたいな。ということで今日は土曜日の夜更かしルーティンを撮っていきたいと思います。イエーイ、パフパフ。やりたかった企画なんで、さえはハッピーです。テンション高、夜更かしできるから。うん、視聴者の方からですね、なんかさゆりさちゃん結構夜寝るの遅くないみたいな、うん、コメントとかをいただいてたんですけど、ね、はい、まあ、いつもそういうわけではないんだよね。たまにそういう日がある。で、ちょっと金曜日と土曜日は遅いよね、割と。ちょっとさ、ストレスとかしちゃおうかな。いってらっしゃい。あ、そのいつもしてないようなことはやめてもらっていいですか。いつもしてるよ。すごいね、ストレッチは大事だから。そこいつもダッシュする前にストレッチ1時間ぐらいしてるよね。その美意識高いブルみたいな感じでやめてもらっていいですか。よし、ストレッチあった。いってらっしゃい。じゃあちょっと待ってるね、ストレッチ終わるの。よし、まあこれはね、ナイトルーティンには含まれないということで。はい、じゃあリサさん。はい。とりあえず今から何するんですか。ダンスの練習を。なんでカーテンが開いてるかと言いますと、ダンスを練習してる時に鏡がこの家ないんですよ。こうでっかい。だからこっち向いて二人で引き合わせたりとかするように使ってます。だから今は開いてるみたいな。早くしよう。早くしよう。ハックスよ。ちょっとやっちゃおうよ。はい、やっちゃおうよ。いいですか。じゃあもうちょっとね、練習します。わー、やりたくない。手持ち大丈夫ですか。手痛くないですか。え、YouTube 用なの。うん、そうなの。知らなかった。いやいやいや、ちょっと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 どうしますかと思って、あのね、今から私だけ練習ということなので、私だけ練習をしていけたいと思います。頑張って頑張って。今は11時45分なんですけど、今やっとね、リサのダンスが終わったんで、まあ、これからお風呂なんですけど、アイスを食べたいと思います。はー、全然眠くない。いってらっしゃい。てら、今からメイクを落としていきたいと思います。おいや、メイク落としてからお風呂入るんでね。そうなんですよ。そうなんですよ。じゃあ、さあなななな、たけんはなわかみ。風呂。お風呂で帰りました。お風呂終わりました。リサ今眠い？ごめん、さあのこと思いっきり隠してた、さっきまで。ピコ落とし終わったけど。私は今からこれでなんかね、これをやります。なんでやるんだろう。
そうそうそう、クレンジングバームってやつなんだけど、あとなんかメイク落としてくるとしてないところとか、あとは日焼け止めクリーム最近塗るので、そういうところも気にしていこうかなって感じです。まあまたな貸してください。私優しいから貸してあげる。やば、頭大丈夫？目のところは一番最後がいいとのことなので、一番最後に塗りましょう。うん、なんか気になるところとか。にひ？ということで、私は一旦全体的に塗れたので落としてきます。はにゃくそ、はにゃくそ、さやみちゃんよ。さやみちゃん、はにゃくそついてる顔に、うん、はい、じゃあね、メイク落としてたんで、これからお風呂にやっていきたいと思います。ゴー。はい、さより先に上がってきますと、みたいな。今ね、12時35分ね、上がって、今からスキンケアとか、ショーとか、思ったんだけど、やっほー、さやだよ。さやもお風呂から上がってきました。パックしよう。はい、私はね、今からこれ、パックしまーす。でね、これはこの間いただいたんで使っていきたいと思います。モーニングサプライズだって。何しよう、その間。はい、ありがとうよ、優しいお姉ちゃん。そこまでいたのか。はい、スキンケア終わりだ。なので、さやが髪を乾かし終わるのを待ちたいと思います。バイバーイ。はい、ここ今リサの部屋なんですけど、今からスイッチでオートナイトします。はい、でね、私今お菓子持ってきたんですけど、もうお菓子はね、今ねここに椅子あるんですけど、まあここに置いてます。よいしょ。さき、朝が来ました。バフバフ。え、なんでそんな豪華なの？いや、豪華じゃない。チョコとカツと、これ、ご飯食べる？これ見える？はい、持ってきたよ。じゃあこれ2人でやります。はい、じゃあ行きます。いっせーのーせ。ん？うわ。今ですね、うちが3回負けてる。ねえ、ほんとに2人で対面して対戦して し合ってるんだけど、2人だけ。ねえねえ、全然食らわないよ私。うん、やだ、ムカつく。でどこにいんの？後ろだよ。どこにいんの？謎に建築したがる人の前。うち、あんたがバグってるようにしか見えないんだけど。9対3。ねえ、さや、どうやったら海行けんの？どったら海行けんの？だら、どったら海行けんのって。歩く。じゃあ一回、磨きして、さやの部屋に。最終号、大胆。思います。はい、ということで、さやの部屋に最終号しました。ということでね、今から雑談をしていきたいと。さやなんだけど、ちょっと前からやりたかったやつがあって、はい、何ですか？診断みたいな。何ですか？さやとりさでやりたいなって思ったんで、ちょっとやっていいですかね。はい、はい、どうぞ。いいですよ、いいですよ。じゃあまず、ラブスタイル診断。あなたの恋愛はどんなタイプ？あなたの恋愛スタイルを解析しました。さやからやるね。うん、こうどんどんこう答えていくみたいな。診断結果、長続きがする恋愛が得意な親友のような恋愛スタイル、いつの間にか好きになる、嫉妬や不安に強い、時間とともに愛を育むだってらしいですね。
じゃあ次リサ。はい、リサの診断結果、計画的な恋愛、プラグマ型です。だって恋愛においては慎重、恋愛に目的を持っている、理想が高くなりがち。あなたの恋愛タイプは損得をベースに判断される恋愛タイプだって。結果シェアしといて、うちの携帯いいから。てん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 、これまだつけてないの。フライングタイガーで買ったやつなんだけど、まだつけてないから、これをつけようと思う。リサはその時言ってないんだよね。何の時だ。すごい目が離れてる人みたいになってる。インスタ用にじゃあ写真撮ります。オッケー。明日何時に起きるって言ってたっけ。え、9時じゃない、9時、9時、9時。そう、あの今の M9.00 みたいな。やばいね時間。やばいね。やばいよね。や、でもやっぱりちょっと寝れないよね。ねえ、やばい。ゴー。まあ寝れないけどね、寝なきゃいけないから、ちょっとクイズ出しながら寝る。はい、うん、寝るわ。でも寝なきゃやばいよ本当に。うん、そうそうそう、こんなふざけたものをつけてる場合じゃない。パプリカ花咲いて。大丈夫か、ちょっと静かにしよう。花咲いて種巻いたらもう出てきた花が。ごめんなさい、ふざけた。寝転がろうじゃん。じゃあ寝転がろう。そっち頭見て、サングラス。あ、ここに置かせていただこうかなと思ったけど、怒られそうなので、あちらにある机に。全然怒んないから置いていいよ。これを、ね、なんでそこに置こうとしてるの。暗いから。あ、オッケーだね。じゃあこれで顔が映らない。落としね、落とし、そ、落とし、そ、落とし、そ。はい、うちこれはね、かかし先生、ね、片目隠そう。あの、私はあのイレーザーヘッドのまででまあ、なぞなぞ出し合いながら寝るは寝るんですけど、カメラはねこれずっと持ってると手が痛くなるんで、もうカメラはねここでね終わりたいと思います。おやすみなさい。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。パタン、おやすみ。パタン、あ、